った？だってあったかな。今日でも一回もあの家から出てない。あ、スーパーに行きました。照明かな。だった。確かに照明かもしれない。え、あんま可愛くないってこと？なんか前髪もさ、今日なんか調子悪めだよね。ね、とかメイクが今日薄いかも。今日メイクね、めんどくさくてしてない。あんまり唇とお目目しました。ストレート似合うよ。だって、なんかさ、そう似合わないよ。なんかね、顔がさ丸い。私丸顔っていうの、これだから、なんかストレートそう似合わないの。どうしようどうしようってみんなに言って解決できないけどさ、まあ前置きね、前置きです。顔が暗く見える。あ、でも肌になんかこう塗りたくってないからあれかも。白くしてないから顔いつもよりは暗いかもしれない。明るくしようと思えばできるよ。しよっか。どうですか。待って、いいこと考えた。これを低くしてこうとかは、これは違うね。絶対さっきのやつじゃん。どう、どうです。女優ライト、そう、なんかちっちゃいリングライトが。ストレート、あ、刺さったメイクさんがいる。イエーイ。トロッコ乗るとは思わなくてびっくりしたね。トロッコ乗ったんですよ。それも私初トロッコだったの。すごいね、トロッコ。おし、あ、なんかトロッコってなんか箱の箱に乗ってピーって、あの遠くのファンのところまで行くんですけど、初トロッコでした。どうだった、トロッコ。トロッコ近く通ったからめっちゃ手振った。ササットメイクさんファンじゃないですか。でもササットメイクさんさ、あのめっちゃファンなんですよ。ファンな、ファンっていうか、うちはとじゃない、 T シャツこの間ストーリーのしていただいてて、そう、自費ですよあれ。なんか私たちの事務所がさ、あの渡してるってみんな思ってるじゃないですか。普通に自費でやってくれ、やっていただいてます。あれはすごくない？私たちの自費でやっていただいて、すごいですよね。メイクさんドームでやるトロッコ、そう、トロッコこけそうになりました。でなんかリハの時に実際に乗ったんですよ。乗って、でも本当は私2サビから乗る予定だったんですけど、なんかあんまりにもその急ぎすぎちゃって、あのトロッコでこけちゃいそうになっちゃうっていうことで、もうサビ、頭踊ったらすぐ乗ったんですけど、いきなりビョーンって動いて急いでたから、おおってズッキーさんだなって乗ってました。ね、ちょっと怖かった。トロッコ多分本当本来のトロッコだったらもっとゆっくり乗れるんですけど、今回ね時間があんまりなくてビューンって急いで乗っちゃいました。そうそうです、そうです。靴脱げたよね。だって、え、そうなの、私靴脱げたんですよ。え、見た？靴脱げたんですよ。見ました？靴脱げました。私靴脱げました。靴が脱げたんです。そう、靴が脱げました。
なんか言い訳ベイビーだったかな。ちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃ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 んちゃちゃんちゃ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 んちゃちゃんちゃ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 んっていうイントロとアウトロで同じ振りをするんですけど、同じ振りだって同じ振りをするんですけど、ちゃんちゃんって一回目で右腕と左足をねパンってやるの。その時にパンってキックした時に靴がピョンって飛んでって、私君好きの頭まで裸足で踊りましためっちゃ見られてたね。いやなんか見られてないかなと思ってたらやっぱ見られますよね。前の方だったし結構そういやなんか靴が私本当は21センチなので S サイズを履いて中敷きを入れて、でそれでやっとちょうどかな、でもちょっと緩いかなぐらいなんですけど、昨日 M サイズに靴底を入れてプラスインヒールも入れてきつくしたんですけど、全然ゆるゆるで普通に歩いててもパカパカパカってなるんですよ。でなんかそのローファーとかサンダル系の靴の衣装だったらバンドって言ってなんかゴムみたいなやつを靴と足の間にピッて挟んで取れないようにするんですけど、ブーツだったからそれができなくて、まあいいやと思って足の裏に力を入れて歩いてたんですよ。そしたら脱げました。恥ずかしかった。脱げたら履く、そのまま履けないの。いやなんか曲中にさすがに履くのはどうしようと思って、で曲終わって一瞬でパコッと履きました。でもあれがなんかめっちゃ逆に靴をきつくしてて変に入らないとかじゃなくてよかったと思いました。チャックを閉めた状態でもパコッて上から履けたから相当でかかったんだなと思って、そうできましたそう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 、そうなんですよ。そうそう、だからすごいよね、お客さんに飛ばなくてよかったね。本当によかった。なんか自分のまだ近くだったからよかったんですけど、本当によかったです。それだけがよかった。いや本当にね、本当に本当に再び履くタイミングを考える、いや本当にめっちゃ考えましたよ履くタイミングだけ。履くタイミングはめちゃめちゃ考えました。ステージに落ちた、そうそうステージに落ちました。私さやっぱ髪下ろしてるの似合わないね。ちょっと結ぼうかな。休みの間ある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 なの靴脱げるって。あでも私靴脱げた劇場でも一回脱げたことあるかもしんない。おでこ出そうだって。おでこ上げるのさ似合う？なんか1日目おでこ上げたんですけど、なんかもはや自分で前髪上げるの似合ってんのかなと思って、もう2日目と3日目昨日と一昨日かはもう上げなかったです。おろしも可愛い。本当？でもさポニーとかの方が良くない？わかんないけどどっちが好き？人の好みだよねこれって。マジどうですか、どっちが好きですか？前髪もっと薄くするとか。休みの間カラオケ配信したいと思ったけど、イヤホンがさ AirPods しかないんだよね。 AirPods っていける人いける？ショールームっていけなかったよね確か。それも AirPods 今充電切れてる。いろんな先輩と撮った。撮りました。私佐々木ゆかるんさんと写真撮れたんですよ。私ゆかるんさんの顔めっちゃ好きで、綺麗系じゃないですか。なんかめっちゃ好きとか先輩に言ってめちゃめちゃ申し訳ないですけど、お顔のタイプなんですね私。そうで話しかけに行きました。
の写真撮っていただいてもいいですかそしたら、嬉しいって言っていただいて、ゆかるんさんの携帯でも撮っていただきました。なのでまた後で、でそう、もう武道館3日間でもうすごい写真の量なんですよ。もう普通のコンサートとかの倍ぐらい写真撮ってて、多分3日間っていうのがあるんですけど、なんか8とかのコンサートってさ2日間とかじゃないですか、大体とか1日に3公演もうまとめてしちゃうとかじゃないですか。3日間、1日1公演の3日間って私初めてだったから、写真の量がすごかったですね。ね、めっちゃ関係者席も祭りに、関係者席、あ、そうですね、あのいろんな卒業生の方々が来ていらっしゃいましたね。本当にそうそうそう、ユーダーと話せた、だってあのそう話せた、話ユーダーさん、あのナーさん岡田奈々さん、そうがっつりは話してないですけど一瞬お話しします。一瞬めっちゃ一瞬です。でも岡田奈々さんとめっちゃ一瞬3秒ぐらいでも岡田奈々さんとはもともともお話ししたことあって、たくさん、そうレイちゃまって声が今再生された頭の中でレイちゃまってレイちゃんかわいいって、ありがとうございます。なんかさ、私思ったんですよ、思ったこといっぱいあるの武道館で。なんかトイレしててねアイドルがトイレしててとか言って、トイレをトイレでなんか待ってたの、トイレを待つねあの場面があったんですよ。でトイレを待ってて、そしたらそういえばファンの人ってどんなことしても、私がねどんな変な髪型してもどんなに朝早く起きてショールームとかね配信とかなんかバラエティとかでさ、私がゴキブリ食べたりとかさ、変なね食べ物食べてイエーって顔した時でもさ、レイちゃんかわいいよ、レイちゃんかわいいよって言うじゃないですか。本当に思ってますよそれっていうのをトイレを待ちながら思いましただってさ、ゴキブリ食べたさ時なんてさ絶対にブスじゃないですか、あの顔。それでもかわいいって本当かな、本当に可愛いと思ったら可愛いって言ったなぜそこでだって、いやそうだよねレイちゃんの配信楽しいよかった、オブラートに包んでなんて、おトイレお手洗い、だって全部が好きだから押せるんだよ、だってキャー、確かにいいこと言うね。あ、全力でやってる姿が可愛いんだね、顔がその時は可愛いんじゃなくて全力でやってる私が可愛いってことそういうこと。お料理選抜おめでとうだって、そうなの、お料理選抜ありがとうございます、みんなお料理選抜、そうお料理選抜、とりあえず20人に選ばれて、最終的にはさ、あれ何人選ばれるってことなのかな、わかる人いる？20人でさ歌歌うってこと？埼玉のおじいちゃんさんありがとうございます。私 TikTok でそろそろ更新したいんですよ。そう、なんかさ、もうファンの人からもらう、なんかどういうシーン、あれなんかもう今だから言うんですけど、あのバズった TikTok あるじゃないですか、あれなんか他の、ね、多分本当にあのこのねショールーム配信をあの見てくださってる方はさ、私のこと、まあ、好いてくれてる方じゃないですか。嫌いでわざわざね、アンチの方以外さ嫌いでわざわざ見に来ないじゃないですか。だから言うんですけど、あれ隠し撮りじゃないんですよ。言いましたっけ？言ってないよね。あの隠し撮りじゃなくて、こういう風に言ってっていうことで言って、それをあの撮って投稿したんですね。そうだから、なんか言ってほしいのありますか？言ってほしいこと私にある？何がいいかな、どういうシーンがいい。例えばまあなんだろうね、デート中の
隠し撮り風とかさ、まあ学校での隠し撮りとかいろいろあるじゃないですか。具体的に欲しい。そうそうそう、具体的にね。ありますか？なんかどういうシーンがいいかな。わかる？イケメンに遭遇した時のセリフそれやばいでしょ。それはちょっとね。はい、ちょっと今武道館の話します。はい、武道館はですね、まず武道館3日間ステージに立たせていただいたんですけど、まず1個ね、すごいレッスンの時とかから思ってたのは、なんかあのチームメイトでの、そのもちろん全国ツアーも回らせていただいたりとか、あとチームメイトの周年コンサート8の日なんか、まあそれ以外の記念コンサートとか、まあ、1年に大体さ、チームメイトって2回から2回以上あるわけじゃないですか。絶対に周年と8の日は必ずあるから。でプラスそこに劇場公演での記念のやつとかだったりとか、あとツアーが入ってきたりとか、まあ、1年に少なくとも2回以上コンサートがあるチームじゃないですか、チームメイトだけは。ってなると、私今まで、てかそもそも加入してから、その AKB 全体でコンサートするっていうシーンがあんまりなかったじゃないですか。それこそリクエストアワーとか、そのでもそれもチーム8として出演してたじゃないですか、楽曲披露とかも。ってなると、私よく考えたら AKB に加入してから AKB 全体の、その AKB 自体がコンサートをこう行ってなかったから、私ってそのよく考えたらチームメイトのメンバーとかチームメイトのライブしかほとんど出てないなと思って、ほとんどってかほぼ 100% 出てないと思って、だからその AKB 単独のコンサートに出演するっていうのはほとんど初だったから、なんかそれもすごいいい経験になったなと思って。そう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 、なんか本当にオープニングからアンコールまで全部 AKB48 として出るっていうことが、それチームエイトじゃなくて、チームエイトの単独じゃなくて AKB 単独のコンサートを出るっていうのが初めてだって、まずそこで発見して。でやっぱりチームエイトのライブってさ、そのエリアごとに分かれて曲を披露したりだとか、あとなんだろうな、まあ東と西で分かれてコンサートとかさ、まあキューティーとフォクシーで分かれて、私はいつもキューティーの方とかにいるじゃないですか。でっていう感じで、チームメイトってわりかしさ、その立ち位置とか結構バラバラで、そのもともとあるさ初期メンバーさんの対比とかの、そこにはさすがに入れないけど、全体曲とかでもさ、自分で一コンサートあったらさ、一つか二つとかはさ、なんだろうなセンターに立つ曲とかあるじゃないですか。そう、でもやっぱり AKB 全体ってなるとさ、やっぱりこうやっぱチームを超えて選抜っていう枠組みがあるじゃないですか。やっぱその選抜さんとかはさ、こう衣装がねキラッキラーってしてたりとかさ、まあいろいろあるわけじゃないですか。でなんかそれを見て、なんかすごいなってすごいなっていうか、なんかなんだろう、なんか悔しいっていう感情も多分もちろんあるんですけど、なんかそれを通り越して、今回はなんか自分にまず何が足りないんだろうってすごい感じました。はい、なんか前まではそれこそ結構じゃ選抜に入りたいっていう願望だけとかだったけど、なんかただ入りたいだけじゃなくて、選抜さんとさこう活動するっていうことであんまないじゃないですか。そう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 、やっぱ AKB 全体のコンサートとかないと。でやっぱりそのリハの時とかも、その選抜の方のね行動とかこう見てて、何が違うくて、なんか私のどこがこう改善点があるのかなと思ったらで考えてたり
しました。そう、なんか前まではなんか入りたいとかだけだったけど、今回はね、なんかじっくりやっぱ背中を見て、あーっていうのが多かったですね。そう、そうですね。そうとか、そうですね。あと、なんだろう。何があるかな。あと、まあ、ユニット、私はゆきりんさんの日はあのセンターガチ選抜とかのユニットのブロックとかもありがたいことに出演させていただいたんですけど、それとかあとはあの君好きはあの一番前でね披露させていただいたりとか、一列目で、そう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 、あと一日、あ、新チームコンの時もあの結構前の一列目とかで披露させていただいたんですけど、あのやっぱりなんかあのメンバーの数が16人とか18人の時とかはなんかそのやっぱりチームメイトのステージのコンサートとかで結構その18人とか、まあ、20人以下の時はこうセンターとかあの一列目とかねこう立ったりしたしてるんです、したりしてるんですけど、あのなんて言うんだろう、 AKB メンバー全員の80何人とかの、あ、もう本当に全体の1列目ってなんかすごい重いなと思いました。なんか自分がこんな前に立っていいのかとか、自分がこんな素敵なねあのユニットをしていいのかとか思って、でも全力ですごい頑張りました。とか今回はなんか踊りをこう大きくするとかももちろんなんですけど、なんていうの、私は表情をめっちゃ作りました。ウインクたくさんしたりとかとか、ウインクとかしたりとか、あとはやっぱこう遠いじゃないですか会場が、でモニターに映ることが多いなって感じたので、そのモニターに映る一瞬で表情をたくさんこうやって歌うじゃなくて、だから表現できないですけど今はね、ちょっと表情をすごい作るようにしました。で表情をすごい頑張って作ってたの。そしたら大西桃花さんがね、昨日コンサートが終わった時に、れいちゃんって言ったの、チューズミー、あのゆきりんさんが選んでくださったユニットの時のあのチューズミーの時、あ、チューズミー見てたんだけどみたいな、サビ前の時レイちゃんずっとカメラ抜かれててすごい良かったよ表情って言われて、頑張って良かったと思いました。そう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 、なんかあの踊りをね大きくするとかは、まあ踊りを大きくするっていうか踊りを、まあ、綺麗に踊るっていうのは、あの新人の時はさ、こう踊りを大きく踊る、踊りに必死になるとかだけど、なんか今そのまあ活動して3年以上になってきて、何ができるかなと思ったんですね。ちょっと鼻水めっちゃ出てきたんですけど、ちょっと待ってください。あー、音聞こえます？無音にしました一応。あ、そうそうそう、無音にした。
無音にしました。すっきりしました、鼻水。はい、今何、ね、何だっけ、あ、そうそう、チューズミーの時、なんかチューズミーってさ、どういう曲なんだろうと思って、でもさ、なんか結構あの大きい音がさ、ジャジャジャンジャ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 ンとかさ、最初からさ、なんか結構大きい歌、なんか裏で叩いてるさ、こう音が大きいとかじゃなくて、表に出てる音の叩き方が結構大きいなと思って、だったらとか、あと歌詞とかも愛を選んでください、愛を選んでください、クラスメイトのその中から、たった一人だけど誰かがそう、あなたの恋人とかさ、なんかちょっとさ大人っぽいじゃないですか。愛を選んでください、クラスメイトのこの中から、たった一人だけど誰かをって、結構大人っぽい愛だなと思って、それだったらなんかさ、めっちゃさ振りを大きくするのももちろん大切だと思うよ。クラスメイトのそのだから、あと一人だけど誰かがそのあなたの恋人とか、でもいいと思いますよ、新人だったらね、これが私が。でもなんかちょっと周りの人と差をつけるのはどうすればいいんだと思って考えた結果、もうこれ表情しかないと思って、それもあのステージを披露するところが山台だったんですね。山台っていうのはステージがこう大きくあったら、半分から4分の1ら辺でこうちょっと切れられて段差になってる部分で踊ってたんですね。で、あとのステージのあの余りはすっごい大きいんですよ。もう徒歩で30歩ぐらいかかるぐらいあれなんですけど、で、ってなると1列目の人もうめっちゃ遠くなるじゃないですか、そのステージの余ってる文章ってことは、あんまりその自分のね表情とか、あの自分から遠くなるから、みんな私じゃなくてあのモニターを見るんじゃないかと思ったんですね。あのアリーナ席の人でもモニターを見るんじゃないかなと思ったんですね。でプラスモニターには藤園レイって出るんですよ、ユニットとかの場合は。ってなると、ここしかない私のチャンスはと思ってめっちゃ表情を作りました。で、後で自分で見たんですけど、いい感じ、ハハとどこかかけてて何も自信がないからっていう部分を歌ってたんですけど、不安になるのまで歌ってたんですけど、はい、もうね、ありがたいことにカメラに抜かれてて、私の表情を作ったのが見えててよかったです。春日の街角、チュ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 、こういった花の香りにはまだ気づいてない、ハートどこか欠けててのところだったんですよ。どうですか？そうで、でも反省点と、反省点っていうね、でもね、やりきったからあんまり反省ないんですよ、私実際。そう、反省っていうか、今後生かしたいとかが多かったですね。え、なんだろう、反省私基本ないんですよね、コンサートとか。だって全力でやってるから。なんか全力でやってない時はもちろん、全力でやってないとかないけど、あの後悔とか本当にないんですよ。課題っていうか、なんか頑張んないととは思いました。なんかここができなくてこうだったとかはないんですけど、なんかこうしないとなっていうのは多かったです。だからそれこそ、まずじゃあそのもっとね、前の列で踊りたいんだったら SNS を頑張ろうと思って。でも SNS ももちろんインスタとかツイッターとかもちろん大事ですけど、まず TikTok のを本当に頑張ろうと思って、だから TikTok たくさん更新します。だからあのどういう風にしたらいいかなと思って。そう、でもすごい感じたのは、あの武道館に3日間経って、そうですね、なんだろう、でもね、表情とかめっちゃ鏡で練習した成果が出てて嬉しかったです。なんかダンスも綺麗に
なんか今までは結構ダンスの時は目の前を向いて踊って、目の前っていうかファンの人のことを向いてこう踊ってたりしてたんですけど、なんかちょっと顔をつける場面を自分の中で考えるとかしましたんですよ。ケントレイさんありがとうございます。ササットメイクさんもありがとうございます。スギリンさんもありがとうございます。ウッホさんもありがとうございます。そうそう、なんかとか、なんか最近なんか言葉に出してそういう選抜に入りたいとか、なんか前よりも口に出して言ってなかったので、そうでもやっぱり入りたいですけど、入りたいです。なので SNS 頑張ります。そうなんかやっぱりそうですね、 AKB のファンの方をこう推し増しとか推し変とかさせるのももちろんいいですけど、その外のファンの方をもう自分の力でこう持ってくるしかもう今自分の中で方法ないのかなと思って、だから TikTok を頑張って TikTok からファンの方をね少なくともこう持ってきて、 AKB に持ってきて、でその世間一般にも藤園レイっていう名前をね出せたらいいんじゃないかなと思います。カンさんありがとうございます。ありがとうございます。そうなので私はねもうね何にしても TikTok をね頑張らないといけないんですよ。だから TikTok を頑張ります。どういう言葉言えばいいと思う？ねえねえ今日のデートどこ行くとかですか？あでも私一個撮ってるのがあるんですよ。先に内容言っていい？ねえ先に内容言っていい？でもいいねしなくなるからやめとこう。ぬのさんありがとうございます。なんだろう、一個撮ったのがあるんですよ実は。一個撮ったのがあってそれは先にね、どういう内容が見たいですか？気になる内容言ってみていい？じゃあ今見てる1500人の方にだけ、1500人結構いますけど、1500人の方だけに言いますね。なんだと思う？ユニ、あのね一個自分の手元にあるのはユニバで撮ったやつなんですけど、それは恥ずかしいあれなんですよ、なんだっけ、あのテーマパークだから疲れるじゃないですか足ね、もう疲れちゃったねみたいな、めっちゃ足疲れたみたいな足疲れちゃったみたいな、ね、疲れちゃったからこっそりギューしてっていう言葉を言ったんですよ。キャーキャーキャーえ、キャーですか？キャー！キャー！キャー！女性ファンとしたとかはメイクを見たいです。本当？私のメイク参考になるかな？適当に塗って適当に描いてってしてますけど、あーそれをあげますか？それもう今日あげちゃうね。もうさ、なんかやりますやりますって言っててさ、やらなかったらもうめあれなんでやねんみたいになるから、もうあげちゃいます、あげちゃいます、あげちゃいます。それちょっと自分のあのね、自分のね端末にあるのはそれだけなんですけど、あの友達が撮ってくれてたやつがあって一個、そう、それはなんかデート中のあの行動を撮ってるんですけど、メイク動画見たい、コスメはいくらでも提供します。え、私ササットメイクさんにメイクしていただきたいです。メイクしていただきたいです、メイクササットメイクさん、ササットメイクさん、最近メンバーが挙げてる最後変顔さない、そう、そういうのはもちろんいいんですけど、もうそういうのはもうね何百人ってしてるから、人と違うことしないとねもうバズんないんですよ。で人と違うことしないとバズんないと分かって、一発目にあの上げた動画萌え台詞みたいなやつ
がバズったから、もうそのそういうね系統の TikToker で行こうと思って。そうなので、いやもう今から、今出します、もう今出しますっていうか、あの編集とかいろいろ秒数とかカットしないといけないので、そういうちょっとね、それもさ私やんないの難しいのよこのみたいな、やります。今日投稿できたらしますね。それ探さないといけない、どっかのね素材置いてるんだよね。ちょっと探して頑張って投稿してみます。なので彼女分の TikTok たくさん、もうさ今日メイクしちゃってるから今日も撮っちゃいます、それかね。そうしよう、そうしよう、もうね、もう切り替えていこう、切り替え切り替えじゃあランキング見ます。13位スギリンさん、ありがとうございます。12位は埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。11位は AKB48 ギャラリーさん、ありがとうございます。10位はピンクカメオさん、ありがとうございます。9位はマックスさん、ありがとうございます。8位はササットメイクさん、ありがとうございます。7位はケントレイさん、ありがとうございます。6位はキヨシさん、ありがとうございます。5位は天守閣さん、ありがとうございます。4位は2位は YSA73 さん、ありがとうございます。1位はウホホホさんです、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうございました。でも武道館にああいう大きなステージに立てたんだね、本当にファンの皆さんのおかげ、ファンの皆さんの力がないと私たちもああいうコンサート大きい、ね、会場には立てませんし、あとチューメイト活動休止が発表されましたけど、もちろんすごい悲しかったです、聞いた時は。そうでもなんかいつか私もねこう来るんじゃないかな、来るんじゃないかなっていうか、いつかそういう時が来てもおかしくないんじゃないかなっていうのはもちろんあの頭の隅で思ってた部分もあったから、あ今のタイミングだったんだと思って、ただタイミングがね今のだけであって、そういつか必ずねまた再結成すると思いますし、なんか涙出てきたんですけど、そうなんか私やっぱりやだやだやだね、マジで泣きたくないんですけど、そうなんかやっぱりなんでこんな悲しいっていうか寂しいですね。やっぱりなんかやっぱり同じ AKB48 の中にそのチームメイトのね先輩とか仲がいいねメンバーとかはもちろんいますけど、なんかやっぱり同じチームでね活動がなくなっちゃうっていうのはすごい悲しくて、ちょっと待ってください。そうです、そうなんかいつかまた、ね、4月までとりあえずチームメイトを楽しみます。そうなんかやっぱり自分が AKB48 のメンバーの一員になれたっていうのもやっぱりチームメイトがなかったら私はあの時代に絶対いないし、もし私がチームメイトじゃなかったら、チームメイトがもしなかったら私って17期か18期の時に絶対入ってる人じゃないですか、時期的に。そうだったし、私チームメイトじゃなかったら絶対に AKB にいないんですよ。だってその理由はあのタイミングでオーディションの CM が流れなかったら私チームメイトのオーディションがあるっていうのも知らなかったし、あの時タイミングよくテレビをつけてて、あこのオーディション受けてみようって思わなかったら絶対受けてないし、 CM がなかったら私知らなかったし、そもそもだから私が AKB に入れたのは本当にチームメイトがなかったら私 AKB の一員じゃないし、なんかこんな大きい夢、今さなんかこういうのプロデュースしたいとかっていう夢も絶対に芸能界に入ってなかったら抱いてない夢なんですね。そうだから本当にチームメイトは私の人生を変えたって言っても過言じゃないし、てかもう変えてます AKB で人生を、チームメイトで、チームメイトに入ってから生活も全部変わったし学校も全部変わったし、なんか本当に人生がねの分岐点なんですよ。 AKB に入ってから全部変わったし、
そう、でも今考えてみれば AKB に入ってなかったらこんななってないんだろうなと思うと AKB に入ってすごい良かったと思うし、そうなので休止っていうのはすごいね悲しい事実ではありますけど、解散じゃなくて休止なので楽しんで4月3日ね最後のコンサートまで楽しんでチームメイトに劇場公演だったりとかメンバーとねたくさん同じチームとして活動していくのを楽しみたいなと思います。はい、楽しみます。なので皆さん今後ともね最後までチームメイトの応援をよろしくお願いします。はい、ということでね最後になんか謎に悲しいみたいになっちゃったんですけど、はい、じゃあ皆さんありがとうございました。とりあえず TikTok 更新頑張ります。バイバイ、ありがとう、いきなりつけたのに来てくれて。バイバイ、ラブラブラブ、バイ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 。